分からん。これはかやな。この晴れぐらいはかですね。ほら待って、なんか気持ち悪い。刺された。ふざけんな、ふざけんな。ね、キモい、ね、キモい、やだ、やだ、やだやだ、さっきありがとう。こちらこそ、また来て。ね、待って、ほんとやだ、なんでこんな、ね、やだ、ほんとやだ、ね、やだ、恥ずかしいね、恥ずかしいんだけど、ね、恥ずかしい、なんで、かゆいんだけど、かゆい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 、わかんない。なんかこれもどんどん腫れていく気がする。触らない方がいいよ。もう触りたくなる、こんな。大丈夫だよ、ありがとう。でも気持ち悪いの気持ち悪いの。公演中大丈夫、帰ってきて本当に今。まあでもいっか。あ、花ありがとう、嬉しい。あと私さ、口内炎が2個できててめっちゃ痛い。はあ、やだな。でも私、でも私今日何の話しようとしたっけ。何の話しようとしたっけ、忘れちゃった、忘れた。あ、マスク。そうなんや。もう最近マジで自分の顔がブサイクすぎてびっくりしてて、もう本当にね、なんかそんなことないですよって言ってほしいとかじゃなくて、もう本当にブサイクで。こんばんは。元気だしね。ありがとう、嬉しい、元気出すわ。かいえ、マジで。え、本当になんか、なんか気になるんですけど、なんかどこら辺を、あのここら辺がちょっと惜しいここら辺がちょっと惜しいかもしれませんっていう部分ってありますか？あります？じゃあいじらない、じゃあいじるとか言ってないよいじらないですよ、安心してくださいいじらないです。なんかメイクとかで直せるじゃないですか。
何もない本当に。嬉しい、ありがとうね。医者行ってない、だってさっき帰ってきたばっかやもん。肌の形綺麗、そう、嬉しい。全然言われたことない、そんな。ありがとうございます、嬉しい。やった、今日順調しく、よかったよ。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう。今日もずっとももちゃん見てた。見てくれてありがとう、嬉しい。ももかも見てくれてたんだね、ありがとう。触らんよ、大丈夫、安心してください。全然触り打てないので大丈夫なんですけど、メイクとかでなんかね直せるじゃないですか。サムジってことは配信短いの？短い、今日はね短いんです。もうね今日はね、もう本当にもう過去一番ついてない日だったので、ゆっくり休みます。待って、 F ケンさん待ってたよ、だってね。待って、嬉しい、これかわいい、ありがとね。何これ、エイリアン、ハートありがとう。ずっと見てたね、見ててくれた。ダンブルクありがとう。他にも嫌なことあったの？まあね、やっぱ生きてたらありますよ。生きてたらあります。あ、ありがとう花束みーさん、生きてたら いろいろありますよ。いろいろあるから頑張ろうね。言えない。言えないよ、言えないけど、でもね、そう、生きたらいっぱいあります、考えることはいっぱいありますが、みんな頑張ってるので私も頑張ります。この思いをしてるのはね私だけじゃないと思ってるので、はい、私だけじゃないって思ってます。大丈夫、みんな安心して。こんばんは、もちゃんがいるから頑張れる、ありがとう。ゆっくり言ったらすっきりするよ。もうね、言ったから大丈夫だよ。俺昨日上司に怒られて、怒られた、上司まで残業した。偉いね、もちゃん元気出して、元気出す、偉いね、頑張ったね。ももかと一緒に頑張ろうね、大丈夫だよ、ももかがいるから大丈夫。もうめっちゃガチへこみした、ももかがいるから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、頑張ろうね。怒られてもへこんでない、へこんでるか、そりゃへこんでるか。言える人に相談してね。そうだね、もしか、俺はありがとうございます、嬉しい、いつも頑張ってる、ありがとう。そう、みんながね褒めてくれるから、ももかも配信しようって思えるんです、ありがとうございます。待ってたよ、ありがとう。ずらすみしていきます、待ってますね、頑張りましょう、頑張ろうね、ありがとうね、教えてくれて。健康診断前に腹へこましたい。もう勝手にしてください、そんな。もう勝手にしなさい。最近辛いことあったから今日はももちゃんに元気もらった。嬉しい、ありがとう、そうやって言ってくれて。負けないよ。負けないよ、大丈夫、
9日盛大のももちゃんコルスね。ああそう、なんかスケジュールがね公開されたんですけどね、10月の後半がなかなかというか私が全然出れなくって、はいね、最近はね結構ありがたいことに出させてもらってたんですけど、ちょっと10月の後半のねスケジュールを見たら私の名前が少ないので、あの出る時にはい、いつでも会いに来てください。こんばんは。あ、待ってて、ありがとう。公演見て楽しかったよ。ありがとう、来てくれて。また来てね。こんばんは。失敗しても怒られても成長する。そうです、スケジュール出てます、見てください。心が折れたの、もうね折れすぎて、なんか今心がじゃあこれやったとしたらもうなんか折りたたみ式なので、なんかもう今心がこんなんになってますあれなんか心ありますかみたいな、心の狭さというかちっちゃさになってる、なってます。あ、待ってたよ、ありがとう。そういう波がね、そういう波があるよね。でもみんな頑張ってるんですよね。時を切るとこあったら行きますね。待ってるね、ありがとう、いつでも待ってます。もう私が慰めてあげます。見つけるの嬉しかったよね、嬉しい。またありがとう。こんばんは、こんばんは。まいちゃん、ありがとうございます。旅にでも行くのか旅に行きます旅に出ます。こんばんは。伸ばすのも簡単、本当に。こんばんは。やまないように発散してくださいねじゃあもうめっちゃ発散するわ、ありがとう。メール読んでる、たまに返信ありがとうね。返信読んでます。4部いっぱい買ったから楽しみにしててね。いっぱいってどれくらいですか楽しみにしてるけど、いっぱいってどんなの、本当にいっぱいなの。音が来た、ありがとう。トムラコありがとう、ハートありがとう。北に向かうのか。食べに出ます、探さないでくださいはい、もう食べに出ます、探さないでください、お願いしますこんばんは。右目わかんない、なんか腫れてんだよね、蚊にでも刺された。えねえ、ありがとう、嬉しい、待ってるね。こんばんは、どうもありがとう。ハイタッチ会申し込んだよ、ありがとう。ね、そう、どこいっぱいたくさんって言ってくださる方がいるんだけど、たくさんってどんな感じなのって私全然わかんないから聞いちゃった。ハートありがとう。うん、ありがとうございます。待ってますね皆さん、ありがとうございます。本当にもうね、私本当に最近思うんですけど、なんかめっちゃ真面目な話になっちゃうんですけど、あの私って本当に自分自身だけだとこの仕事って本当に私はあの成功していないというか、多分何もないまま自分のことを出せないまま終わっちゃってたんですよ。でもあのみんながこうやって応援してくれたり、あのおしゃべり会でも完売をしていただけたりとか、本当に皆さんの力があってから、あってこそ私ってなんか、まあ、ごちゃとかだったりなんかお仕事を任せてもらってると思うんですね。だから本当に私がお仕事をいただいてたりとかポジションが良かったりするのって本当に皆さんのおかげなんだろうなってめっちゃ最近つくづく思うんですよ。だって私ってこの一人身でなんか、じゃあみんなが全然いなくて、みんながいない状態で、じゃあ私一人でアイドル頑張るぞってなったとしたら、もうすぐに配信でなんかあイライラするとか言っちゃうし、思ってることをズバって言っちゃうし、本当に私ってわがままなんですね。だからそんなわがままな自分って本当に、そうだからなんかみんながこうやって応援してくれるからこそ、なんか私の良さっていうか私の良さを仕事として
できてるのかなって思いますし、結構ガチでそんなことないよとか、なんかももちゃんがあの偉いんだよって言ってくれるんですけど、ももちゃんは偉くないんですももちゃんは全く偉くなくって、ももちゃんはシンプルに自分のありのままの姿を見せてギャー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 わがまま言ってそう言ってるだけなんですよ。なそれでみんながももちゃんのこと応援するよって応援してくださって、で私はそんな方のそんな優しいファンの方々にあの恩返しをしたくて、フォーメーションとかだったり、フォーメーションかフォーメーションとか、なんか なんて言うんだろうそのお仕事とかを任せてもらってるって、もう私は本当に思ってる。もう自分に本当に自信がないからこそ自分ではなんか掴み取れてないと思ってるので、そうだから本当にこれはどうしても言いたかった今日配信で。もうそう本当にそう本当にね、そんなことないです、ももちゃん頑張ってるって言ってくれるのは本当に嬉しいんだけ嬉しいんですけど、もうね本当に違うんです。もうねみんながね応援してくれてるからなんです。もう私だってあみくんだけすごくツボです、ありがとうまた来てね、ありがとう、その姿ねすごいとこで ありがとうね、嬉しいそうやって言ってくれて。いやでもね本当にごめんなさいね、いつもわがまま言って、わがままな流れ星すぎますよね私、もうびっくりしちゃう自分でも。待ってちょっと待ってごめんなさいね、あのちょっと待って、あの足の爪があの刺さってめっちゃ痛かったからちょっと待って、めくっちゃった、どうしよう待ってどうしよう、待ってどうしよう、今手持ちだからさ天井とか向けれない、どうしよう、今ベッドの上なんだけど、どうしようどうしようどうしよう、待ってどうしよう待って、ちょっと待って待って、違うの今ね部屋干ししてるから、なんか下着とか下着とかいっぱいぶら下がってるんです、だから上とかめくあの上とか向けたら下着がめっちゃ映っちゃう、どうしようどうしよう、待ってどうしようかな、どうしようかな待って、ガチでどうしようかな、言わなくていいよね、思った、私言いながら思った、待って待って、そう私洗濯物取り込んでなくてちょっと待ってあやばい爆弾発言しちゃった、洗濯物取り込んでないんですよね待って、あそうだね、そうしようちょっとちょっと待って、待って、指紋めっちゃついちゃった、ふきふき、あ、OK ですあ、びっくりしちゃったね、ごめんなさいね、なんか足の爪がなんか刺さってめっちゃ痛かったからめくっちゃった痛えと思ってごめんなさいね。何この髪の毛意味わかんない、でも本当に真面目な話の途中で本当に申し訳なく、あ、待ってめっちゃトイレ行きたくなっちゃった、やばいトイレ行きたい、でも本当にちょっと待って、でも本当に皆さんがあの いてくださっての私がいるので本当にありがとうございます。皆さんちょっと待って、本当にトイレ行ってきていいですか、でもでもさ私本当にすぐ終わるからトイレ行かないつもりだったんですけど、ちょっと今日の配信は長くなりそう、どうしようどうしよう、待って最悪、さっき言っときゃよかったかな、あトイレって言ったらあかんのか、じゃあお手洗いですね、お手洗いに行きたくて、お手洗いやばい、ちょっと待って行ってきます、すいません本当すいません、
わかりやすい、帰ってきた時にすごいわかりやすいあの言葉第一、ふう、何の音、びっくりしちゃった、待って、めっちゃ鼻かゆふう、手洗いましたよ、あ、待ってたよ、ありがとう、めっちゃちょうどいいあのアイテムですね。でも本当に話が行ったり来たりしてるのはなんですけど、こんばんは。でも本当にあの言わせていただくんですけど、いつも応援ありがとうございます。改めまして、本当にみんながいないと私は本当に何回も言う、もうしつこいんだよって思う、しつこいんだよって思うかもしれないけどあの何回も言いますけど、本当にみんながいてくれるからこそ、ももかは本当に思ってる、私これずっとやってるもん、なんか本当にみんながいてくれたからももかは今配信してるし、あのもうね、みんないなかったらもう配信しないもんわかる？だってみんながさコメントとかしてくれなかったら配信する意味ないじゃん。だから私はみんながいてくれるからこうやって配信してるわけであって、そう、感謝の気持ちをちょっとでも恩返しできたらいいなって思って、その配信を毎日配信しました、しました、しています。いや、なんか偉そうだな、していますって、なんかしてあげてんだぞみたいな言い方で、ほんとやだ、させていただいております。あと18年、18年じゃないよ、多分ね結構リアルな話10年かな、うん、10年ぐらいは続けたいって思ってる。でも本当に私が、あの考えてるのか考えてることがありまして、私本当にあの一番上の先輩になりたくって、もうついてこいっていうついてこいって言えるような人になりたくって、だからなんか大体アイドルの方の夢ってセンターになりたいっていう夢があると思うんですけど、もちろん私もセンターになりたいなって思うんですけど、でもなんか私ってセンターに立っていいような人じゃないなって、まだね、いつかセンターになりたいと思うかもしれないんですけど、今はまだ思えないっていうか、なんか言ったらダメな気がするので、あの私は10年後に俺についてこいって言えるようなかっこいいアイドルになりますっていう決意表明でした。はい、アカデミー賞もらえるようにしてのあと、わがままな流れ星、笑わないでね、この決意表明聞いて、キラ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 何言ってやんのとか言わないで、本当にそんなこと言ったら本当に私ちょっと一発パンチします今期逃すかもよ。そっか、もういいや、じゃあ NGT のためだったらもう今期逃してもいいですはい、わはは、あ、笑ってる人います、笑ってる人いるのでブロックしますよ待って、めっちゃいた、いった、口内炎、応援します。だって本当に私最後まで頑張るので、あの満足いくまで頑張るので応援してください。本当にもうやりきりましたって思うまで私は頑張ります。悔しいもん、だって自分が満足いってないのにやめるなんてなんか悔しいので、私は頑張ります最後まで。
もうね、悔しい思いはもうしたくない。わかる、めっちゃ痛い、口内ほんと痛いんだけど。でも見せたいもん。見る？いや見ないか、ごめんなさい。でほんと見せたいぐらい痛い。次のキャプテンはももかちゃん。え、絶対違う絶対違います。多分私がキャプテンになっちゃったら本当にちょっとやばいことになっちゃうっていうのは自分でも分かってるので、それは違います。でもいつかは引っ張れるような人になりたいなとは思う。でもまだはまだダメな気がする。今の自分はまだね、私はもう子供なので。今年の残りの目標何？え、公園に立ちたい。フル公園、公園っていうか公園に立ちたいですね。え、そう、なんで分かったの？下唇出てるって。そう、今年中に公園に出たい。絶対出たいんですよね。なんか、あー今年公園デビューできなかった、残念、来年頑張ろうっていうのがガチで嫌で、もうプライドが許せプライドが許せないです。私の、やだ、ももちゃんのプライドが許せない。あー惜しいね、残念でした、はやだ。なのでもう絶対に叶えたい。危なっ、校内見えるとこやった。ももちゃんの初日見れたら絶対泣きそう。え、泣くと思う。私も絶対泣くもん、感極まって。いろんな、いろいろいろんなことを思い出して泣くと思います。ポロ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 かゆ、かな。ハートありがとう。え、ぜひ来てください。ピンクと緑のサイリウムカラー、フリフリしてください。こんばんは、ハートありがとう、嬉しい。まあでもね、明日もね、そう、これからずっとレッスンが始まりますので頑張らなきゃ、頑張らなきゃやばいよやばいよ、どうしようって感じです。お風呂にも入らなきゃダメですしね。お風呂って入るのって本当にめんどくさいですよね。でもね、今日ね嬉しかったのが、スタッフさんに今日ね言われて嬉しかったのが奥村さんって立ち位置覚えるのはすごい、なんかちゃんと覚えてるよねって言ってくださって、嬉しい。やっぱファンの方って立ち位置、もうなんて言うんですか、舞台に立つ以上当たり前なんですよ、立ち位置覚えることって。でも私結構立ち位置はそんなに、あの入った時は全く入れなかったんです。もう泣くぐらい、なんか初めの順序よろしくとか、なんか結構ややこしくて、その移動が。でなんか2月ぐらいかな、入ったばっかの順序よろしく前座のレッスン、なんか本当にね覚えれなくて、私順序よろしくのリハーサル中にカメラ撮られてんのに泣いちゃって入れなくて、ついていけなくて周りに。え、でも
本当に最近なんか振り返ってみたら、あ、振りははい、あ、笑い事じゃないですね、すいません。振りは間違えちゃうんですよ、正直な話。だからまだまだ特訓が必要だなと思うんですけど、立ち位置でなんか立ち位置を間違えたことがない気がする。なんかね、私って立ち位置って番号で覚えるんですけど、なんか私感覚で覚えちゃうんですよね。なんか番号やったら頭の中がなんか数字だらけで、なんかなんか大学の授業みたいになっちゃうから。あと算数がめっちゃ嫌いやったんで、感覚で覚えたらいけました。でもそれをなんかファンの方はまあ覚えるのが当たり前だから、そう。でもそのスタッフさんに気づいてもらってたことがすごい嬉しくて、えへへへへへへへってなりました。ハートありがとう。はい、振りをちゃんとします。すいません、いつも振り間違えたりして。違うんですよ、私がなんか振りをなんて答えたんですか。ありがとうございますって言いましたえ、ありがとうございますって言いました。正直かゆっでも嬉しかった。なんか私昨日の配信で言ったんですけど、褒めてくれるのがファンの方々と家族と松坂佐保しかいないって言ったんですけど今日初めてスタッフさんに褒めていただけて鼻の下が伸びました嬉しい。サイレントで見てみて、えっ、サイレントで分かるように頑張れ頑張れ頑張れ。はい、はい、そうですね。鼻の下伸ばした意味が違う。あ、そうなんだ、違うんでした、違うんですって、すいません、違う、違ったみたい。じゃあ、うん、何にしようかな。じゃあ顎を伸ばしました頑張って、伝わった合ってるよ、頑張る夕日に向かって叫ぼうな。え、別に夕日に向かって叫ばなくても私は太陽に向かって叫ぶので大丈夫です。ただ伸ばしたもちゃん はい、ももかさんってこれから可愛いユニットたくさんしたいですか、セクシー系をたくさんしたいですか。ももかさんは可愛い系の曲は本当に自分には合わないって思ってるので、大人系な曲をしたいですえ、でも結構前々から言ってる気がする、大人系の曲したいっていうのは。抱きしめられたらとかもそうですし、そう、あ、ありがとうね、かわいい、ありがとうれいちゃん、あ、フォローありがとう。そう、セクシーな曲すごいしたいんですよね、抱きしめられたらとか、あと何がしたいかな。でもいっぱいあるんですよね。あ、あれとか、NNB48 さんの誤解っていう曲もすごいしたいし、
え、じ、えー、あ、純情主義めっちゃやりたい。もうね、私は本当に純情主義やりたすぎて、あ、ウィンクして。そう、可愛い系いける。いや、私可愛い系やったらなんか多分笑い物にされるもん。みんな絶対ももかの可愛い衣装を着て可愛い曲を歌ったら笑い物にするでしょいや、私はセクシー系がいいですね。いや、私はセクシー系の曲を歌いたい。天使の尻尾、いや、天使の尻尾をするなら純情主義がいいね。悪いけど私は純情主義って歌いたいので、はい、私は純情主義がいいです。あ、ハートありがとう。やだ、私純情主義がいいやれるなら。え、あとはね、あのあれもしたいですね、あの残酷なアメンもやりたいなって思います。かゆ花、残酷なアメンもすごいやりたいなって思う。すごい好き。なんか可愛い曲が似合う人ってマジで羨ましくって。風すごくない？大丈夫？みんな、ノーノー、口移しのチョコレート。え、これね、え、これ言っていいって言われたから言うんですけど前、この前、だいぶ前、あのナギとサホとナナと私で夢の国に行ったんですね。で、その時にポップコーン屋さんでなんかポップコーン味がチョコレート味ってあってあのその時はサホとナギが2人で話してて、でモモカとナナが一緒にいたんで、それを見た瞬間にチョコレートが歌い出してはい、すごい楽しかった。通るたびになんかいっぱいあるんですよ、ポップコーン屋さんってチョコレート味が。もう通るたびに私そのポップコーン屋さんを見るたびにずっとなのにチョコレート口移ししてって永遠に歌ってて、ナナがもういいってもういいってそれはい、ずっとずっとしつこく言ってて私これ。いや、もうナナがもういいってずっと言ってたしつこかったらしいね。私でも本当にしつこくて、もうしつこい自信はあるんですよね。もうね、見るたびにちょっとめちゃくちゃ、しかもちょっと色気のある感じでいつも言ってた、通るたびに。もーちゃん連呼、え、ずっと連呼してますもうずっとしつこい、永遠にしつこかったな私。でもしつこいけど、それでもいつも私が発する言葉に対してキャッキャキャッキャ、もう赤ちゃんかのよ赤ちゃんみたいな笑い方してくれるナナが好き。それこそ命の使い道のセリフ役はしたいですか、おじさん〇〇。何聞いてほしいですか、みんなみんな何聞いてほしいですか、おじさん何でも言いますよ。おじさんからよっ、そう、ずっと笑ってますでもね、サホはね結構突っ込んでくれるんで、そう、モモカがボケたらサホが突っ込んでくれるからいつも助かってます。あ、小池もずっとやってるの。私お風呂入ってる時にナギが向こうの部屋にいたんですけど、もう私ずっと小池のセリフ言ってた。もうお風呂でずっと小池歌ってた私。小池超待ちいやずっとお風呂で小池を超待ちいやって言ってた。なんでうちがあんたに嫉妬せなあかんの、
おじさん日焼け止め塗ってそれがあれ命の使い道のセリフですか。わけのおじさん使い道じゃなくて凪わからん。うん、凪もボケなんじゃない、知らんけど。野村子ありがとうございます。コインケ超待ちいや、なんでうちがあんたに嫉妬せなあかんの。彼女ができたなんて聞いてへんよ。なんか聞いてへんよってめっちゃ可愛くない。彼女ができたなんて聞いてへんよ。はいはい、ハートありがとう。あ、待ってたよ、ありがとう。めっちゃ可愛くない、聞いてへんよ待って今何時、私さなんかめっちゃやってる気がする。彼女ができたなんて聞いてへんよ。あ、11時半なんや。うん、わからん、コナンわからん。痛い。関西弁ほんまに、なんか関西弁めっちゃ可愛いって言われるんやけど、関西弁可愛いんですか。なんかももちゃんの関西弁って可愛いんでしょうかなんか私ってほんまに関西弁、え、なんか関西弁じゃなくて私満州弁で、ほんまになんか日本一か日本で2番目ぐらいに口が悪いところなんですよほんまに口が悪いところで私生まれて育ってきたんですね。でもみんなが可愛いって言ってくれるから、なんか満州弁めっちゃ口が悪いっていうところで私育ったのに、みんな可愛いって言ってくれるから嬉しい。うんちゃんの関西弁も可愛い。ほんまに大阪かな。うん、晩秋弁はね、あの姫路です姫路でございます。かゆ、はい、姫路です。そのままでいてほしいです。でもね結構言われる、なんかあのごちゃのプロデューサーさんとかに、もうそのままの関西弁でもういつまでもいてくださいって言われるんで、あ、わかりました、じゃあいつまでもこの関西弁貫き通しますって言った任してくださいって言って。イントネーション、ほんまにイントネーション、イントネーション、うん、わからへん、わからんから意識せんとく。でも私なんかね、今はねあのだいぶ治ったんですけど、あのドラえもんっているじゃないですか。私これ晩秋弁とか全く関係ないんですけど、ドラえもんのことをドラえもんって言ってて、でこれあの中学校の時とか高校の時とかの友達にドラえもんを見ててって言ったらなんでそれドラえもんってなんやねんって言われた。あ、 ありがとうペンライト。ドラえもん、でも最近はドラえもんって言うようになったけど、ドラえもんって言っちゃう。新潟弁に染まらないでね。え、でも私最近あのね、何だっけ、メリーが同期のね、メリーがよくね、あのそうなんよみたいな方言を、富山かな、そうなんぜって言うんです。だから私もよく最近はそうやでっていう時はそうなんぜって言ってます。そう、そうなんぜ。もうめちゃくちゃ元気にそうなんぜって言ってます。そう言ってる。メリーちゃん、メリーちゃん元気だよ多分ね。元気だ、元気だよ、大丈夫だよ。
バラありがとう、嬉しい。そうなんぜ、そうなんぜってめっちゃ可愛くない？なんかそうなんぜ。え、ももちゃんの影響でコメントなんちゃって関西弁、エセ関西弁っていうやつですか？え、なんかエセ関西弁使う人ほんまにイライラするってなんかよく聞くんですけど、私全然イライラしなくて、なんか逆になんかももかのファンの方とかメンバーの子がね、あ、待っててありがとう、なんかメンバーの子がね、なんか関西弁使ってるのを見てたらなんか愛おしくて、なんか頑張ってると思ってなんか頑張って関西弁を話そうってしてくれてるっていうのを、私は、待って、唇に皮めくれた、やばい、なんか気持ち悪、すいません。で、なんかめっちゃ可愛いなって思います。頑張ってなんか関西弁を話そうとしてくれてると思って、そう、嬉しくなるものか、ありがとうハートありがとう。そうなんぜ、あ、バラありがとう。そう、おおきに、おおきになんか私使ったことない、おおきに使ったことない、ほんま？え、そう、でも私ね、一回な、加入したばっかの時に、あの、ほんまひなたさん、一期生さんの先輩ですね、あの、ほんまひなたさんがあのいらっしゃった時に、私入ったばっかで4期と話してる時に、なんか「ほんまさ」って言っちゃうんです、あの、なんていうの、関西弁で。だからなんかもう私、あ、それをできるだけ言わんようにしようと思ってたんですけど、とある時に「ほんまさ」って言っちゃってやばいと思って、やばいやばい、どうしよう、え、やばいと思ってめっちゃ焦った時があって、すいませんって言って、違います、あの、ほんまにっていう、なんかもう関西弁のほんまっていうことで、あ、全然、あの、全然気にしない、ね、してないよって言ってくださって、日向さんが、あ、すいません、本当にめっちゃ焦った、私、やばい、言っちゃったと思って、うん、そう、もーちゃん画鋲のこと、おしピン、え、おしピンっていう、おしピン取ってーっていう、あ、そうなんやね、安心しました。そう、でもハラハラした、あ、やばい、本当にやばい、やばいってなった。マック、マクド、うん、当たり前じゃないですか。え、でもこの前ね、なんか一回っていうか、まあ、何回かそのタクシーを使うことがありまして、タクシーの時になんか、すいません、あの、マクドって言ったら、マクドですかって言われて、はい、マクドのとか言ってマクドの前でとか言ってマクドに行きたい時に、あの、マクドの前で言ったら、マクドですか、はいはい、マクド、あれ、あ、あの、マクドナルドとか言ってあ、マクドナルドですかね、マクドナルドでとか言って言いました。めっちゃ焦った、え、なんでこんな聞き返してくるんと思って、あ、そういうことかと思って、あ、マクドナルドって言いましたたぶん聞き慣れてなかったんでしょうね、みんなマックって言うから、急にマクドって言われて、まあ、マクド、ってなったんじゃない、分からんけど分からんけどね関西だとね普通やけど、なんかイントネーションとかね、方言とかで、あ、違うって思いました、私は。
ね、逆に関西でマックって言ったら可愛いってなる。関西で、関西の住んでる時に友達がマック行こうって言ったら、マック、マック、可愛いってなってた。とすると朝マックは朝マックだ。うん、朝マック。よくわかんないんですよ。あ、ありがとうコウモリ川村 F さん。可愛いってなった。そう、マック。なんかマックって、なんかマックって聞いたらなんかちっちゃい子がハンバーガーを食べてる想像になるんですね私ね。 マックイコールなんかちっちゃい子がハンバーガーをパクって食べてるイメージ。わかりますか？なんかもう意味わからんってなると思うんですけど、なんかマックイコールなんかちっちゃい子がハンバーガーをパクって食べてるのが想像できるんですね。でもなんかマクドと言ったらなんか私の中ではなんかおっちゃんがなんかめっちゃイケイケなサングラスかけたおっちゃんがなんかあのビッグマックを食べてるなんかめっちゃあのヒゲとかこう生えたなんか黒のサングラスをしたおっちゃんがビッグマックを食べてるのが、ま、なんか想像するんです。マクドってそう、なんか本当にこのイメージで私小さい頃から、なんかそう、どんなイメージって思うかもしれないんですけど、なんか私の中ではなんかそういうイメージがあって、でも私本当に昔からなんか頭の中でめっちゃ想像することが多くて、なんか昔例えばかわいそうってなんかかわいそうにとかかわいそうだねって言われたらかわいそう、まあ、かわいそうそう、かわいそうってシンプルにかわいそうやのに、私かわいそうでなんか想像しちゃって、小さい頃にかわいそうファン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 ってなって、なんかかわいそうなイメージはなんか大きな手のひらの中に小さな自分小人がいてうーんうーんって泣いてるイメージだったんです。いや待って、誰か分かってほしい、なんか私頭がおかしい人みたいになってる。ちょっと待って、ちょっと待って、誰か分かってほしい。なんかかわいそうイコールなんか大きな手のひらの中で自分の小さい小人がうえーうえーってなんか泣いてる想像してたんです昔。やばい、誰もそう、え待って、なんで誰も分かってくれへんの、意味わからんって。あ、分かるって言ってくれてるで、そのとえーえーって待って、なんで分かってくれへんの。でも今は思ってないですよ。あの小学校3年生の頃まで思ってました。そう、なんか何々さん、何々さんとこかわいそうやなとか、何々ちゃんかわいそうとか聞いたら、何々ちゃんかわいそう、あわわわわわわ、手のひらの中でウィーンウィーンって泣いてるその友達の様子とかが頭に想像して、あ確かにかわいそうってなるんですよやばい、ももちゃん今かわいそうももちゃん今手のひらの中で泣いてます。分かってくれへんのですか。そうだから、その発想をして、あ確かにかわいそうってなるんですえ、せやろ、確かにかわいそうでしょ。そうだから、それ想像して、確かにかわいそう、これは声をかけてあげないとダメだと思って、なになにちゃん大丈夫っていう。そう、なになにちゃん大丈夫って、ウィーンウィーンって泣いてて、わかるよっていつも慰めてました。あと私小学校の頃に好きな子がいたんですねはい、私小学校の時に好きな子がいたんですけど、めっちゃ私小学校の時ってすごいボーイッシュな髪型だったんです。私その子のね、その好きな子のね、お兄ちゃんに男の子って言われて、は？男じゃないんですけど、
めっちゃ記憶はありますね私。なんか男の子はい、あれ違います女の子です。私女の子ももくんでした。でもめっちゃ言われてた。私本当にねボーイッシュだったんですよ。ボーイッシュっていうか髪の毛が短かった。そう、でも私絶対に男装してみたらあのメンバーからモテる自信がある。あとはナギも絶対男装したらかっこいいと思う。アンナも絶対かっこいい。あとはいや、ヒロカ、どうでしょうか、ヒロカ。ああ、確かに。少年ですね。ふわわわわわ。今想像してます。コマは絶対似合わんでしょう。似合うんかな。でも絶対ナギはイケメンですね。イケメンですね。待って、イケメンですねの思い出した。私イケメンですねのドラマ最終話見てないわ。やばいイケメンですね のドラマ私最終話見てないわ。やばい、見てない見なきゃ。いや私見てたんですよ、最近まで見てたんですけど、見るの忘れてた。私最終話をいつも見ずに終わるっていう。私ね、何でしたっけ、長濱ねるさんが出てた嘘婚っていうやつも私最終回だけ見てなくて。あとねもう一つありますよ、最終話見てないやつがある。もう本当にいつも最終話を見ずに私は、あ待って最終話見るの忘れてたと思って TVer 見たら放送終了してるんですよ。と思って、そう、イケメンですねで思い出した。イケメンですねの私ドラマ最初は見てへんわ。やばい、私イケメンですねのドラマ結構ね面白くて好きなんですけど見るの忘れてました。やばい、見なきゃ。待って、これ配信終わった後、待って、でも違う、イケメンですねのドラマはいつでも見れます。いつでも見れるから私はこの配信終わったらお風呂に入ってレッスンをしなきゃいけない。いやでも見たいな、寝る前に。じゃあ15分だけ見るか。急に思い出した。あとは10月12日ぐらいから始まる放課後カルテっていうドラマもすっごい楽しみでウキウキしてる。放課後カルテ、そう、最愛めっちゃ面白いです、面白いよっていうのを誰かから聞いた、メンバーの誰かから。だから絶対見ようと思ってます。ハートありがとう。いやー楽しみだな。私ドラマ最近マジでハマってて、なんか結構後悔してるのが、なんか笑うマトリョーシカっていうドラマがあったんですけど、それがサホとナナがめっちゃ2人で話盛り上がってて、それを聞くたびにやばい、めっちゃ見たいってなるんですけど、その時にはねもう放送終了しててめっちゃ気になる。そんな面白いんかなと思って。でも放課後カルテは絶対最初から見る、もう決めてる。絶対見ます。あと何見よっかな、でもいっぱいありますよね。お父さんがやっぱしてた、なんかね本当に超なんかやばいよねみたいな感じで話してて、やばい、聞くたびにうずうずすると思って、やばい。 あとね、私TVer でちょっとの間一瞬だけ見てたやつも最終話だけ見てない。
なんだっけ、顔に泥を塗るみたいなドラマがあったんですけど、それも途中から見なくなりましたね。でも見たいな、気になる、見なきゃ。どっかで載ってるかな。可愛い子がいるなと思ったら桃香だったまたまたそんなこと言っちゃって。テレビらしい買ってきて見たい秋ドラマ。秋ドラマか、え、もう秋ですね。三角チョコパイの季節です。見たい秋ドラマね。放課後カルテしか分からへんな今んとこ。何みんな見ようと思ってるんですか、教えてください。もうそれ教えてもらうと私はこの配信切ります。もうすぐ誕生日います。コメント書いてください。え、そう、あのね、小倉さんのねドラマ私めっちゃ見たかったんですけど、なんか見よう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 って思ってたんですけど、あの何話目ぐらいか、あの見逃しちゃってやばい。でも絶対見ます私。え、本当にドラマ好きだから絶対見たい。しかも学校ものめっちゃ好きなんですよ私。 GTO とか、 GTO やばくて、私あのグレートティーチャー鬼とかが大好きで、もうバイクをブンブコブンブコブンブコ鳴らして、なんか学校に乗り込んでくる姿を見て、私すっごいバイクに乗りたくなってブンブコブンブコ。あ、分かる、ありがとう。え、でも本当に GTO、 え、待って、今何時、ちょっと待って、やばい、やばい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 やん。バイクになんか一時期超乗りたいことがありまして、え、そうだよ、 GTO 私2つ見ましたから、あの反町さんの方も見ましたし、あのあの三代目さん、違う、あのエグザイルさんの方も見ましたね。当時見てました、すごく好きでしたね。はい、待って、なんだっけ、あ、そう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 、アキラさん、アキラさんとか言っちゃって、でも本当にめっちゃ好きだった。でも私の世代はアキラさんの方ですね。え、でも本当に反町さんの方もすっすごい面白かった。あのね、私のお父さんがね、そのバイクのそのお仕事してるから、そうね、なんか小さい頃からバイク見てきたからこそ、めっちゃバイクの免許取ってみたいなと思うんですけど、バイクって結構事故が多いっていうのを聞くので、ママからちょっとね取るのはやめようと思うんですけど、でもいつか取りたい。なんかツーリング行きたいですね、ブンボコブンボコして。冬月先生見えてきた、ほんまですか、あれ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 。いやーでもね、ほんまにほんまおもろいですねドラマって。はや、あ、あれもあれも好きですよ、学校ものと言いましたら、あの3年 B 組、あれ、それは金八先生、待って待って、違う、3年 A 組、え、待って、3年 C 組か、あれ、あ、じゃあ1年3組、え、待って、わかんない、いや1年3組か1年3組の、待って、全然違った、3年やばいやばい、全然違った、やばい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 、3年 A 組か、3年 A 組の待って、違う、1年3組は私のクラスだ、私が中学校の頃のクラスでした、ごめんなさい、待って、3年 B 組、え、待って、わかんない、え、もうわかんないんだけど、あの菅田将暉さんのやつもうすごい面白かったし、あのあれも好きですよ、待って、今何時、やばい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 、待って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 、あのあれも好きですよ、学校ものと言いましたら、最近やってたやつ、最近やってた、あ、やばいやばい、なんだっけ、最近やってた、その生徒を殺したのは誰だみたいなえ、なんだっけ、待って待って待って、ドラゴン、違う違う、待って、松岡、違う、え、松岡さんみたいな方が主演で
待って、時間終わっちゃう、ちょっと待って、松岡さん、あ、そうです、芦田愛菜さんのやつ、待って、なんだっけ、やばい、待って、3年、そう、本田仁美さんが出てたやつ、なんだっけ、忘れちゃった、まあいいや、そのドラマもすごい好きでした。だから私すごい学園ものが好きで、私の小さい頃の夢はいつか学園もののドラマに出てみたいっていう夢と、アイドルになりたいっていう夢と、あのケーキ屋さんになりたいっていう夢と、いっぱいありました、いっぱいあったんですけど、本当にあの夢の一つでもありましたね、学園もののドラマに出るっていう。はいはい、欲張りなんでね、私は欲張りなんで。でも私はまだあの、私顔、あ、そう、あ、そうそうそう、私は生徒に扮されたあのやつです。あ、そう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 、それすっごい面白かった、すっごく面白かったです。夢全部叶えよう、え、叶えたい。私って本当に幼い顔してるって思ってるので、あの全然年を取っても、はい、あの高校生とか中学生での役とか本当にいつでも待ってますので、はい、待ってるから、私私待ってるから、はい、私って本当に待ってるから、はい。あとちょっと匂わせするんですけど、そのこの学校の話の後の匂わせなのでさせてほしいんですけど、東京のシークレットブースはカチョ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 です。はい、さしてください。それではランキング見ます。13位、ギリタンシオさん、ありがとうございます。もーちゃん久しぶりに、ありがとう、うん、でももーちゃんですけど、ありがとう、ギリタンシオさん今日も来てくれてありがとう。12位、未来さん、ありがとうございます。未来さんいつもありがとうございます、嬉しい。11位、きょうちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、タムムさん、ありがとうございます。5日の流通センターは3部から行くで、お、待っとるでマットルでダブル。9位、アサージさん、ありがとうございます。お疲れ様、今日のももかちゃん可愛くて最高だった、ダンスしての表情めっちゃ素敵だった、え、嬉しい、そんなこと言ってくれるなんて、元気もらってまた行くね、大好きだよ、おやすみ、私も大好き、ありがとうね、アサージくん。8位、松田さん、ありがとうございます。え、松田さん、なんか松田さんをなんか壇上で読むのなんか珍しい気がする。え、そんなことないか、いつもありがとうございますね、本当になんかコメント嬉しいんですよ、松田さんの、ありがとうね。そして7位、てつさんだ、てつさん今日めっちゃバラくれた、ありがとう、てつさん大好き。6位、りょうせいさん、あ、書いてないじゃん、何にも、なんで書いてないのなんで書いてないんだよありがとう、りょうせいさん、なんで書いてないんだよ、ありがとう。5位、みーさん、ありがとうございます。今週末の東京フライは行けなくてすみません。え、全然とんでもないです、本当にいつでも待ってますので、9日の公園には行くので許してください、許してください、もう許します、そんなん、もう気をつけて来てください。4位、ブルーさん、ありがとうございます。もーちゃん今日も配信ありがとう、ゆっくり休んでね、また明日おやすみなさい。ありがとう、ブルーさん、優しいコメントだ、ありがとうございますゆっくり寝るね。3位、カーモ F さん、ありがとうございます。もーちゃんこんばんは、今日も配信お疲れ様、決意表明しっかりと受け取りました、よかった、こちらもできる限り全力で応援します、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、カーモ F さん。そして2位、レイちゃん、ありがとうございます。サイレントでの配信視聴でも言ってることが伝わって楽しかった、ありがとう、今日も可愛いもこちゃんが大好き、10月9日劇場でくるのつ見つけてね、ありがとう、レイちゃん大好き、お疲れ様、ありがとうね、今日も来てくれて。そして1位が F ケンさん、ありがとうございます。配信ありがとう、そのままのももちゃんを応援できて最高です、ももちゃんの生徒役見てみたいな見れますいつか見れます、ももちゃんの生徒役わかんないけどね、ありがとう、そうやって言ってくれてはい、というわけで皆さんありがとうございましたはい、というわけでさっきもちょっと匂わせしましたが、シークレットブース、シークレット部は、はい、皆さん楽しみにしておくんですよはい、お疲れ様、ありがとうございました。あとは
ね、やっぱさ今日は真面目に決意表明を言わせてもらったんですけど、本当に私はもっとなんか大きい存在になりたいっていうか、もう本当になんかももちゃんがいるから、そう、ももちゃんがいるから今日見に来たんだよとか、もうこのグループといえばもうこの子の印象が強いって思ってもらえるような人になりたいからこそ頑張りますので、本当にそのためにも本当にたくさんの皆さんの応援のおかげでね、こうやって活動してさせてもらってるのでみんなとたくさんおしゃべりできるのを楽しみにしてます。今週末東京です、楽しみ。はい、では本当にありがとうございました。すいません今日はなんか変なテンションなんですけど、まあいつもか。ではいつもありがとうございます。本当におしゃべり会まだまだ受付中です。本当にいつでも来てください。ではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、いい夢見てね、バイバーイ。もかは明日頑張ります、頑張る日なので頑張る、おう、バイバーイいい夢見てね、見に来てくれてありがとう。じゃあまた明日ね、バイバーイ。あ、明日はすっぴんですいません、バイバーイ。いつ切れるかな、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 切らないでください、お願いします、バイバーイ。